水島広だったことが分かっている。斉藤は命をテーマにした。この作品で1200以上の応募があった第5回ポプラ社小説大賞を受賞した。会社をリストラされ、多額の借金を抱えた男、安尾は、絶望のあまり廃墟ビルのフェンスから、投身自殺を図ろうとしたところ、黒服の男、京屋に阻止される。京屋は、裏社会の臓器提供グループ。 全日本ドナーレシピエント協会の一員であり、彼の勧めで安尾は、臓器提供の報酬を、田舎の両親に送る契約を結ぶ。第5回ポプラシア小説大賞を受賞したが、賞金2000万円は辞退している。作者の水島は、自身の名前を伏せて応募したものであると述べている。作家の岩井島子は、ゴーストライターではなく、 水島自身の手によるものだと推察している。週刊ポストは2011年1月1日なのか合併号にて、水島側から売り込まれた八尾町であり、ゴーストライターを部分的に使っていると報じたが、ポプラ社はこれに抗議している。発売を6日後に控えた2010年12月9日、 物語のクライマックスシーンで主要登場人物の名前が別の人物の名前になっているという誤植が発覚した。この時点で発売前10半も含めて43万部という部数が決まっており、すり直せば発売が翌年にずれ込むことは決定的だったため、ポプラ社は誤植部分に正しいシールを貼るという作業を 全社員総で印刷会社や取り次ぎに力を借りて全て手作業で行った。本書の販売方式として、ポプラ社は責任販売制をとっている。返本がほぼできない方式であるため、新人作家がこの方式をとったことには疑問が呈されている。部数は発売前から増刷が繰り返されて43万部に達しており、 加えて25万部の増殺が決定している。これは初版でも村上春樹の新作である1984の25万部を超えているがネットオークションでは発売してすぐに大量の出品があった上数日で根崩れの様相を見せていた。これについては出版社の思惑通りであるという見方もある。自殺や臓器移植のような重い問題を扱いながら 親父ギャグやダジャレが混じる文章には、軽妙さがあると毎日新聞は述べている。書評家の大森望は、ゆったりとした、文字組みのため読みやすいことを長所に挙げており、主人公のキャラクターと文章がこなれていないことが、相まって、それなりに好感が持てる小説になっていると述べている。作品について、書評家や編集者とは反対にタレントなどは、 比較的好意的な評価を寄せている。北斗明は、すごく面白い内容と述べている。一方で、批判的な意見も多い。アマゾンには、国評が多く投稿された。岩井島子は、不幸が、類型的、苦しみの描写が、脚本みたいと苦言を呈している。産経ニュースでは、覆面座談会の形で内容については、否定的な報道をしており、 深みのなさは、致命的や、ビジネスとしては、お見事と述べている。ただし、こちらでは、他の本も売れるという紅葉への期待も述べられていた。ありがとうございます。